いらっしゃいませ。サイクルショップ中小屋のケイタです。今回は店内紹介の動画なんですけども、まず外の方から紹介していきたいと思います。で、ちょっと音声的に雑音が入るので、中から紹介させていただくんですけど、外に置いてるのが、シティサイクルになります。まあ皆さんが普段よくで一部街で見かける自転車になると思うんですけど、で、一部、こういうシティサイクルでも電動自転車、電動アシスト車ですね。こちらの方も置いてるのと、あと反対側。タイヤが小さいタイプのどちらかというとこれもシティサイクルになるんですけど、これにカゴをつけたりとかしたら結構おしゃれな感じで人気があります。で、入っていただいてすぐに右手に見えるのが、前の方が、基本的にはダホンっていうメーカーとパーンっていうメーカーの折りたたみ自転車。で、もう一個後ろ側。こちらは電動自転車。まあ電動アシスト車なんですけど、どちらかというと E バイクっていうスポーツタイプのものを中心とした電動自転車が多いですね。だから結構この辺が、おすすめなのが、こういうタイヤが小さいけど、サスペンションがついてたりとか、乗りやすいような E バイクとかもありますし、で、前の方、ダホンとかターンも、まあ今ちょっと数がコロナの影響で少ないっていうことはあるんですけど、その中では結構置いてる方やとは思うんですけども、こういうね、バージュ PD10 っていうすごく人気のタイプもあります。で、上に映っているのが、バーディーとかって、あと一部こういうダホンとかターンとかっていうのも映ってるのは映ってるんですけど、このバーディーもこういう、この辺はもう日本に100台限定のものとか、珍しいものを置いてます。で、反対側。こちらは子供車になるんですけど、今、現在は特にこういう16インチとかがすごく在庫が多い状態ですね。で、まあもちろん24とか26、結構大きなお子さんの分もあります。で、最近取り扱い出した中でこのグラウンっていうメーカーの自転車やったりとか、うちで人気なのはこういうコーダブルームっていう、メーカーの自転車。で、男のお子さんやったらこういう GT っていう大人のマウンテンバイクも出してるようなメーカー。こちらも人気ですね。で、ちょっと、この辺にも子供車が置ききれないんで置いてたりとか、あとこの辺、お渡し待ちの自転車とか、まあこの辺もバーディーとか、あとタイレルっていうブランドやったりとかっていうちょっと目立つような自転車も置いてるんですけど、この辺ももう、今実際に生産はされてないっていうような自転車もあるので、掘り出し物とかもあると思うんで、ぜひ見に来ていただきたいです。で、こちらは前回も何回か紹介したことあるんですけど、試乗車もこれ以外にもあるんですけど、結構高級車とか珍しい自転車も試乗車あるので、この辺が試乗車。あとは、ちょっとこの辺にクロスバイク、タイヤの大きいサイズ、まあ、大きいって言ってもいろいろ種類あるんですけど、まあ 700C っていうのが一番中心にロードバイクとかも多いんですけど、700C とか、もうちょい小柄な方とか、あと、体大きくても街乗りでおしゃれに乗りたい方は、こういう 650C とか、ちょっと小さめのサイズの自転車もあります。で、先にちょっと釣ってる方を紹介するんですけど、この辺もバーディーとかターンでも、ちょっと高級車志向の方が、の自転車も映ってます。で、この辺も折りたたみが中心にはなるんですけど、ミニベロっていう小径車も置いてるんですけど、こういう KHS でも折りたたみの中で一番いいクラスの F20RC っていう、走りに特化したような折りたたみ自転車もあります。で、奥の方を着ていただいて、こちらの一番奥の方にクロスバイクっていう先ほども棚に置いてたような自転車なんですけど、こちらにも置いてるんで来ていただいたら見ていただきます。それと、今一番奥に1台だけあるんですけど、マウンテンバイクも置いてるんですけど、今ちょっと在庫が少ない状態なんですけど、これもまた入荷できたりとか、あともちろん取り寄せ等もできるんで、また聞いていただけたらいいかなと思います。それと、もうあとはこの辺ですね。カゴとか、グリップとか、ちょっとしたカスタマイズできるようなパーツとか、あともう絶対皆さんが使うような鍵とか、空気入れ、スタンド。それと、こちらの方になると、
ライトとか、ペダルもいろいろ選んでいただけるので、まあ来ていただいて、見ていただいたら楽しいかなと思います。こんな感じで今日は店内紹介をさせていただきました。ありがとうございました。